どうもありました。いや本当にこう全然ね勝利に貢献できなくて、まあすごくこう悔しい、苦しい日々が続いたんですけど、本当に外へ行くたびにね、ファンの皆さんの、中田翔というね、考えてなくあれをねこう見るたびにこう次の月次の月というふうに、切り替えてやってきたので、看板だったんだ。すごく今日はね、24打席ヒットが出ないですね。今日の4打席目どういう気持ちで打席に入りました？そうですね、本当に、考えても、ね、打てないので、本当に何も考えずにもう来る球に対して、プレスイングしていこうというような、考えてきました。そしてフルスイングした結果、素晴らしい当たり、打った瞬間いかがでした？そうですね。すごい。非常に冷静ですね。そうですね。いやまあ興奮してるんで、車乗ってね帰る時間帯ごろにこうテンション上がってくると思う。ただ。打ってホームインした後、ダグアウトではバットを頭にこすりつけるような本当に喜びを表現してましたよ。いかがですか？いや本当にね、もう自分でもちょっと何をしてたかあまり覚えてないんですけど、嬉しすぎてね、多分そういう行動を取ってしまったと思います。本当にこの24打席、なかなかヒットが出ない中、苦しい状態だったと思いますけれども、頑張るな、自分の中で何を大事に新年に思っておりましたか？まあ、やっぱりね、こう全く打てない自分をね、ずっと使ってもらった、監督さんと、あとは本当に全く、ね、打てない自分に対してこう、すごく応援してくれるファンの皆さんが、ことを常に、ね、こう頭に浮かべながら、やってました。これで素晴らしい一打が一本が出て、もう大丈夫と思っていいですか？そうですね、大丈夫です。さあ、中田選手の活躍でチームの連敗3でストップしまして、勝率も5割に戻しました。明日からは千葉でマリーンズとの対戦待ってます。力強い意気込みをファンの皆さんによろしくお願いします。そうですね、今日本当にいい会社ができたと思うので、これからもどん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 勝って、いきたいです。今日のヒーローは